はいよろしくお願いします。え今回高校受験対策の難解刺し第4弾やっていきましょう。問題は6問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。もじゃあ、画面下げますので、お待ちください。行くよ。 ほっもうちょっとだったなよしじゃあ参りましょうで今回はですね自分は時間がかかった上に12分かかってるからね約13分か1個ミスるというあーでねミスったところはその場所に行ったら説明しますなんて言いたいとこなんですがなんと1番でやらかしました今回ね計算ミスったんですよねで、まあ、1番は連立方程式がありますと上は分数が入ってる下は比例式ですそれぞれ綺麗にしていきましょう で、は分数は消したいので、3と2を消すためには6を全体にかけます。で、6をかけると、え、本当は2かっこ 2x-y ですね。で、まあちょっと書くスペースないので分配法則で配ってしまうと x、4x-2y。ここね。6かけると3が残るので 3y です。忘れずにこいつにも6をかけましょう。 で綺麗にしておきましょうか。3y を左辺に持ってきます。そうするとマイナス 3y になるので X、4x マイナス 5y イコールマイナス6とかなり綺麗になりますね。で私はですね、この 3y を左辺に持ってきたときになぜかここがマイナス 7y になっていてミスりました。まあ、確認しなかったら俺も悪いんですけどね。気をつけてください。 で、次が比例式です。比例式に関しては、覚え方は中、中中外外、もしくは外、外外中中です。つまり、外と外を掛け算。中と中を掛け算していきます。まあ、外から行きましょう。4とこいつを掛け算すると、分配法則で配って x、4x プラス4、イコール、中と中を掛け算したもの y。3y マイナス6です。これもまとめておくと x、4x マイナス 3y。 4をこっち持ってくるとマイス1 0です。ということで式が2つともきれいになりましたんでこれを連立やっていきます。しかも 4x 揃ってるんだよね。かなり都合がよくてマイナス5 y ス6ですね。で引き算すると2 y ス4なので y イイコールマナス2となります。 でですね、片方の答えが出た後これはどんな連立方程式の問題でもそうなんですけど x 求めるじゃないですかもう一個の文字求める時に代入しますよね。で代入って本当は一番元々の式に入れるべきです一番安全なのはでなんですけどちょっと時間がかかってしまうので今回はまとめたところに入れます。こうやってねここに入れてあこっちか入れていくんですけどえなんで元の式に入れた方が安全かっていうと自分みたいにね ここを直していく段階でミスをしてたらここに代入してもミスに気づけないんだよね下手するとだから基本的には元の式に戻すべきだけどやっぱりまとめた式の方が早いのでこの変形の部分にかなり神経を使ってミスを起こせないようにねやっていくのが大事かなと思いますまあここに入れていきましょうマイナスに入れるとプラス10ですプラス10なんでこっち持ってくるとマイナス16 4x イコールマイナス16なんで x イコール,イコール、えー、マイナス1マイナス4か、えー、どうしようかなカッコっとこうかこれで終了となりますやらかしたぜ <laughs> じゃあ次行きましょうまあルートはねこれは変形して計算していくだけなんですがまあ気をつけるのはここかなと思います3ルート8ルート8は2ルート2です。 4×2 だからね4が2の2乗で出てきますと。で、まあ、よくやるパターンなんですけど出てきた時にこいつを5ルート2っていうミスを割とやりがちです特に暗算でする方足すんだよね3足す2をじゃなくてここ掛け算が隠れてるので 3×2 ルート 2, 2つまり変形すると6ルート2ね。 いやそんなミスしないよって今思ったそこのあなたがやる可能性もあります、まあ変な緊張感の中でやるからね受験本番は、まあ、気をつけてくださいそういうミスがあるよなって思ってるだけで防げますからねで次マイナス2ルー、えー、ごめん二分のルート3は変わらずいきましょう次も変わりませんでここですねルート75っていうのは、えー、25×3 ですつまり5の2乗ですこいつが5が出てくるのでプラス5ルート3とこうなります でルート2同士ルート3同士をまとめることができるので6ルート2マイナスルート2をすると、えー、5ル、えート2ここねマイナス2分の1とプラス5をくっつけるからこいつは2分の10です5っていうのは2分の10だから2分の10とマイナス2分の1くっつけて2分の9ルート3これで終了となります。 ルート2とルート3っていうのは足し算でくっつけることができないのでここで終わりねで3番ですここからちょっとめんどくさいんですよねこれまあ問題見たときにおいゼロ含めんのかいって思った方は結構いろいろ問題を経験してる方かなと思いますそうなんだよゼロ含めんだよって思ったんだよねこれが自然数だったらゼロが入らないだけでちょっと楽になるんですけどでまあこれを満たす x プラス 2y プラス 3z イコール20を満たす xyz の組み合わせが何組あるかを考えていきますで、これは、えー、最終的に言ってしまうとなんか地道にやります地道に数えていく感じただ1個ずつ確認していくのはほど遠すぎる声がなのでポイントとしては <laughs> 係数が一番大きいやつに注目します今係数1係数2あの文字にくっついてる数ね 係数3なので 3z、z にまず着目する。こいつがいくつからいくつまで取るのっていうのを考えちゃうんです。そうすると、もちろん0はさ、ああ、z は0からスタートするんですけど、どこまでかって6までしか取りません。なぜかっていうと、7を取ってしまうと3、3721で、こいつだけで20を超えてしまうんですよね。だから0から6の7パターンだけあると。 で、なぜ一番大きい数に着目するかっていうと、もし y に着目してしまうと2ですよね。こいつだと0から10まで取るんですよ。y に10を入れても20でこいつ満たせるからさ。だから取る値の幅が広くなっちゃうのね。それをできる限り狭いパターンで済ませるために一番大きい係数のやつに着目していきます。じゃあですよ。あー、囲っちゃった。 がゼロの時はって考えていきます。一個ずつ。で、z がゼロになるってこれはここはゼロですよね。つまり x プラス 2y イコール20を満たす x と y のコンビだけ考えるんです。z はもう終わってるから考え終わってるから x、y だけで考えていく。で、これを数えていく時も大きな方の係数こっちですね。こっちに着目していきます。 これ、y が何通り取るパターンあるかなって考えるんでそうすると、もちろん y が0スタートでもいいですよね。y が0だったら x が20取ればいいだけの話なので。で、どこまで取れるかっていうと、y が10まで取れます。y が10取ったらこいつが20だけど、x を0にすれば満たすことができる。つまり、0から10までのパターンなんで、11通りですね。ここだけで。 で、これで終了です。え、X はいいのって考えるかもしれないんですけど、Y がいくつ取るって決まっちゃえば、Y がこの値を取ると決まれば、その時に対応する X は1個だけです。Y が5って決まったら、こいつ10になるから、X は10だよね。Y が5って取るときに、X が10を取るかもしんないし、3を取るかもしんないってなっちゃうと、いろいろ考えなきゃいけないんですけど、 y が1個決まれば、x も必ず1個に決まってくるので、y だけを考えて、こうやって1個ずつひねり出していきます。いいかな。で、次です。じゃあ、z が1の、ここがちょっと省略でいきますよ。z が1の時っていうのは、x プラス 2y が z に1を入れてるので、3が発生するから移行すると、17なんですよね。じゃあ、y はいくつからいくつまで取るのかなって考えると、0から、えー、8まで。 ですね、9にいっちゃうと2く18で超えちゃうから0から8まで取れる一応書こうもう一個だから0から8までつまりこれは9通りです取りますねさあ2の時 x+2y= ここで6使ってるから14になります、はい、y は0から7まで取るつまり8通りですねちょっと丸にしましょう 通りがめんどくさいです。さあ、Z が3の時。ここからも書きません。3になったので9なるから11になります。11だよ。Y は0から5まで取ることができるので6通り。4の時は4。試算し12だから8になります。8になるのは Y が0から4までは OK だね。超えないから。っていうか0から4までなので5通り。 Z が5の時は3515持ってくると5です Y が0から2まではいい3いっちゃうと6で超えるからね0から2まで取れるから3通り Z が6の時は3618で2になる2になるのは0か1しか取れないので2通りさあこれ全部書き出したので119だから20待って2028304144 20ですね てことであれこれ何通りだよね何組かごめん組だった44組だこれで終了となりますこの3つの文字を使った組み合わせってよく見るんですよね非常に出やすい問題でポイントとしては一番上の係数ここねこいつに着目して大きい係数のものから切り崩していくっていうのをやってくださいだから0が範囲内だけでも少なくなるしもう一個思ったのは Z の係数もうちょっと大きくしてくれよと思ったこれが 6z とかなってると z を取るパターンが減るんですよねかなりやりやすくなるんですけどまあ多いなと思いながらこんな感じでやってみてくださいさあ4番です因数分解いきましょうごちゃごちゃしておりますがまあ係数どれが大きいかなちっちゃいかなって考えるのもそうなんですけどまず思うことはえこれ全部くくり出しできんじゃんって思ってください 共通項があるんでね、全部に。さあ、何をくくり出せるか考えると、YZ です。Y、Y1 個、Z1 個だったら、ここにもあるし、ここにも、ここにも、ここにも、全部含んでるので、まず、YZ でくくり出します。そうすると、ここは、X2 乗、ここが、マイナス Y の2乗、ここが、プラス 2YZ、で、最後が、マイナス Z の2乗と、こうなります。 で、当然、中身の、このね、括弧の中身を因数分解していくわけなんですが、ここでどう考えるか。まずは、x 二乗引く y 二乗出た瞬間に、あ、2乗引く2乗だって思うんだけど、ちょっとそれだったらやりにくいんですよね。どこ見るか、後ろ見ます。ここ。ここが、y 二乗。 プラス 2YZ になってて Z2 乗もあるからこううまくやったらいけんじゃねって見るわけです。で、ただここがマイナスマイナスになってしまってるのでマイナスでまずくくります。この部分だけ。そうするとちょっとスペースあるから書きましょうか。ちょっと中括弧使いますね。X 乗この部分ちょっと伸ばそうか。この部分だけをマイナスでくくると Y2 乗マイナス 2YZ プラス z, z と二乗になります。で中括号も閉じましょう。そうするとここもろに因数分解できます。公式です。普通に。だから z、えー、と中括号 x 二乗を y z の二乗ですね。この括弧の中身はこれです。公式ですそのまんま。でそうすると中括号の中身が二乗引く二乗になるんですよね。 2く2乗。ってことは、これも公式でいける。2乗引く2乗、ちょっと確認しておきましょう。まあ、教科書載ってるのはこれですね。2乗引く2乗っていうのは、x と y っていうパーツを足したものと、マイナス y。まあ、符号中身を変えたものになります。で考えると、パーツは、x っていうパーツと、y、y-z っていうパーツを使ってるので、それを足したもの。 こうね x っていうパーツと y-z を足したものと、x、こっちをマイナスで振るから分配法則で配ってこういうパーツこのパーツになります2つでこれで終了おそらく下の線が入ってないでしょうただねちょっと下げますっていう感じでやってくださいさあ5番 確率ですね大中小サイコロ3個まあこサイコロ3個っていうところが高校受験でも難しいところだなって思います効率、まあ、だったらサイコロ2個が多いですからねで確率なのでサイコロ3個って言われた時点で分母決定させましょうサイコロ3個の分母は6あサイコロ1個が6だからね6面なので 6×6×6 つまり216です分母に関してはこれ決定です覚えておきましょうです あとはその出た目が ABC なんだけどこれを満たす確率ですねまあこれ綺麗にやる方法あるかもしんないんですけどまあひねり出しました自分は数えていった感じですぐあの具体的にねただ法則だけ見つけたくって全部ほにゃらら分の1じゃないですかでまあ1分の12分の13分の14分の15分の16分の1と、まあ、これを使っていくんですけどまずこいつ絶対使えないんですよ1分の1 ななぜなら1個が1分の1出,た出ちゃった瞬間にそれって1じゃないですかそれに何か足してしまったら1になるわけがないんだよねだから ABC 共通で言えるのは1は使えないっていう出ちゃいけないっていうことは決定してるじゃあこいつらの組み合わせを考えていった時にまず通分しました自分はこうやったら60で通分できるので60分の3060分の2060分の1 5 分分の12 60分の10なわけですよ結局3つの60分のっていう分子上の部分を足して60分の60になれば3つ足してねそしたら1じゃないですかじゃあその3020151210を組み合わせて60作れるパターンでどのパターンがあるのかなって考えていったんですでこれはもう出していった <laughs> 具体的に出していくとちょっと分子の数でいきますね 例えば、30って1個決定するじゃん。これ取ろうと思って。三30取ると、30、30取っちゃうと、そいつらで60になっちゃうから NG なんで、30、30取れないから30、20にするか。そしたら10取ればいいじゃん。ここで1個決定だよね。30、20、10で。で、あとは、ま、30、20はもう取ったんで、次30、15。30の15取った時に、もう1個15出せば60になるじゃん、みたいな。で、ここで気づくんですよ。こいつが使えないっていう。こいつ。 12っていうのは全部他30、20、15、10って5の倍数になってるんですけど、こいつ12なんで、12になろうが、足して24、36になろうが、全部5の倍数になってないから、60に持ってけるわけがないんだよね、こいつ。ってことはもう5も使えないのも分かったので、あとはもうこの4つの組み合わせでやっていく。で、あとは30は10組み合わせると無理なんで、これで終了。じゃあ、次20で考えると、全部20。 こう取ればえーと六十になりますよね。でもう他はありません。この三パターンだけです。三パターン。ただ間違っちゃいけないのが、じゃあ二百十六分の三かって言ったらそうじゃなくって、このちょっと待ってこれね。しまったしまった。下に書こう。今大中小って全部三つ別々のものとしてカウントしてるので、三十二十十まあ本当は二三四だけど。 234が出るのって234でもいいし243でもいいもちろん324342っていう全部6パターンあるんだよねこの2と3と4のコンビが出方っていうのはだからこいつに関しては6通りあるこれだけで234っていう数字のコンビを考えれば分かります で次がここが、えー、244か244に関しては、まあ、2の位置だけ気にすればいいよね2が左の時2が真ん中の時2が右の時って考えれば244424442かの3パターンあるのがわかるとでこれは333なんでこれ1パターンしかないですね入れ替えができないのでということで631足すと10パターンこれが決定なので,で分子分母 216分かってるから216分の10約分して108分の5とこれで終了となります動画が長いよねこれきっとわお行きましょう声が <laughs> で6番ですね <laughs> ごめん円、えー、O がありますとで ABCD を取ってるんですけど 個がね全部同じなんですわ BCCDDE の個が全部一緒でしかもここが15度と言っているので当然ここもここも全部15度です個が同じだからねってなっていてで、えっと、AFE、えっと、か AFE なんで AFE ここだねここの角度を求めたいとで自分はねこれ時間かかりました解くのに わざわざ、まあ、円を使ってるから円周角は確定ですよね。もうほぼ使うと。で、直径をわざわざ与えてくれたので、これどっかに補助線引いてね、その直径を含む円に内接する三角形を作って90度を持ってきて、それ使うのかなって思ったの。で、そっちで勝負に行ったら、道に迷いました。はい。で、おそらく、ちょっとま、確認してないんですけど、いけると思う、それでも。解けると思うんだけど、途中でこれあまりにも難しいなと思い、変えたんです。 じゃ、それじゃなくって、わざわざ直径与えたってことは、まあ、半径が分かってるから、どっかで半径を引いて、中心角と円周角を群れ、円周角を群れで作ればいいんじゃないかなって思ったんです。で、自分が引いた補助線が、ここ。曲がった。ここです。で、ここをやるとですね、この角度が分かるんですよ。ここが。これが、えっ、ー、と、30, 30、30足すから、120度になります。ここ。 理由はですねこの三角形ちょっと注目してくださいここですここさっき言ったようにここ30度ですね15を2個足してるからで半径と半径なのでここも30度です二等辺三角形だからってことは残った角度は120度ですよねでスタート地点をこことここに決定した時の中心角が120度なんですじゃあそっから外に出したここです ここは60度ですよね。スタート地点が同じ中心角と円周角の関係。半分、えっと、半分になるからね。円周角っていうのは。で、そしたら、この三角形、見てください。ここの角度っていうのは、この内角とこの内角を足したものですよね。二つの内角を足したら、残りの内角と外角と一致するはずだから。 ってことは六十度十五足せばの X. になるので、答えは。七十五度と。これで終了となります。まあ、発想としては半径を無理やり書いて自分で円周角使おうかなあ。中心角使おうかなって考えました。これ後でやったらこっちでもいけるね。ここに半径引いて十五度と十五度の二等辺三角形作って中心角でももちろん解けます。 もちろんね、最初のその直角を使った円に内接する三角形を使ってもいけるとは思うんですが、おそらくこっちの方が圧倒的に速いので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回はね、この6問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。